らないものにする存在だって言ったはずだけど、私がその代弁者になることで君や他の英傑に対抗できる力を手に入れても別におかしくないでしょ。謎解きに時間をかけて私の嘘を見破ったと思ったら、自分が分析してたどり着いた真相がもう一つの嘘だったとはね。君がここに足を踏み入れた時、私は目的を達成した。その後何があったとしても大したことじゃない。もういいよ、うんざりしてきたから。さよなら、かわいいお客さん。なるべく大きな声で泣いてね。だって自分の愚かさのせいで死ぬなんてかなり悔しいでしょ。接触したことがない？いやいや、それは君が持ってきたものだよ。どうしてそんなに鈍感なの？さて、これは幕が閉じる前の最後の伝説だ。実を言うと、悔いになるのは好きじゃないし、君と触れ合うことに対しても興味がない。だから抵抗はしなかった。今ならその理由がわかるかな。だから今はあなたの話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。あの一瞬、確かに見えたわ、崩壊の意志が。もちろん私の質問に対して価値のある答えなんてくれなかった。死を決意。